はい、静粛に静粛静粛に静粛でしたけどね。ファンの皆さん静粛に。ああ、ね、もう携帯片手で今メイしたからね。そうです。何流れてる。うん、また始まったよみたいな。静粛にファンと戦ってる感じもファンに読まれてたまるかみたいな。すごい、結構今日は大量にお知らせがある。おーい、すごいすごい、たくさん発表していきたいと思います。はい、まず一つ目、うぇい、2月15、16、17、はい、バイミン、お酒、ぶん酒飲め、ぶん酒飲め、ぶん酒飲め。場所は、前といつもと一緒、まあ、いろんなイベントやってますけど、一番あの距離が近くて、そうだね、お話できる時間も長い最高級のイベントとなっております。はい、素晴らしい。はい、なのでぜひ皆さん楽しみに。はい、お願いします。そして、告知早くしてっていうね、意見たくさんいただきまして、はい、ついにちょっと早く出すようになりました。はい、長い進歩、ちょっと調整してね。そうです、だから調整しなかったらもうタツキがもう5日起こりますから。いやー、行っちゃうぜ俺は。右腕でもう飲んじゃうよ今。俺が行くよ、でもお前俺が行ってやるよ。あー、行っちゃう、お前が行くよ。もうお前が出る幕で。あ、なるほど、もう行ってやれ。もうお前しばくぞ、マジで攻めろ。いいな、お前。お前いるよ、やっぱり。お前彼女できたからとか言われやすいよ。お前だけはそっちしとけ。で、間違いなくしばかれる。当日で来れるんですかとかイベントもあったんですけど、当日でも来れます、はい、ただしあの並ぶの遅すぎるともしかしたら入れない方もありますので、そこだけは、はい、ご了承ください。はい、こちらはでも大丈夫です、全然。こちらはチケットないですので、はいはい、当日そのまま、並んだ順に入りますので、はい、お願いします。お願いします。そして2つ目、2月28日、レッキュエゴドネタ祭。うわー、大輝翔平合同生誕祭。やったー。これ、生誕祭って言っちゃダメらしいです。誕生祭らしいです。誕生祭なんだ。誕生祭、誕生祭だ。これ今 YouTube。お前、お前、なしでやろ。聞いた今の。気持ち悪い。聞いた今の。気持ち悪い。AI より発音下手。誕生祭だ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 。お前祝ってもらうのやめろ。いや、無理無理無理。なんでんだよ、お前。ごめん。これね、ジャーマネとあのイベント制作会社ね、一緒にやっている会社に言われたんですけど、なんか生誕祭ってなんか死人の祝う日なんて。え、そうなの？生誕、よく言わない。キリスト生誕とかなんか。そうなの。そうそうそう。だから、もう今の YouTube って言わないんだって。あれマジ？生誕祭って。生誕祭にしたらこの人は死ななきゃいけんしょって。うるせえよ、お前。え、どうぞ、無理でしょ。うん、難しい。今の難しい。来た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 、楽しい時間。来た来たとか、楽しい時間とか。一番おもろい。一番おもろい。リボンの投票だから、これね。だから、生誕祭で言っちゃいけないんですよ、皆さん。誕生祭。もう、これが、世の中の、平均。この人の誕生祭やんなくていいっす。正解です。正解っす。まあ、ということでですね、大輝と恭平が、1月誕生日ということで。あー、待ってまーす。待ってますよね、今。説明してんねん、今。内容はみんなでね、バシャクサ。バチャクサ、バチャクサ、この日本語だね。みんなでバチャクサ騒いで、はい、楽しんでお祝いをするよという。やばい、大輝と恭平の誕生日祝ってくれる方、ぜひご応募お待ちしております。やばい、こちらはチケットですので、はい、はい、前売りチケット今日からもう入れになってると思いますので、こちら概要欄から見てみてください。お願いします。お願いした方がいい。いや、本当にもうマジで待ってる。本当にちょっと本当に楽しみにしてる。いや、ガチガチ、お願い、ガチ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 お願い、3つ目、はい、本当にバチバチです。3月、はい、28日からホラーナイトツアー開幕。うわー、ツアーだった。なんだこれは。ツアー、ホラートークのツアーが決定しました。すげえ、やばいです。これやばいな。なんだそれ、楽しい。リアルホラーナイトウィークです。うわー、来た来た、えぐえぐいです。3月28日が大阪です。おー、大阪、みんな大好き大阪でございます。続いて3月29日、次の日ですね。名古屋行きます。うー、初名古屋、初名古屋、初の初名古屋しました。名古屋、私はイベント初の名古屋上陸。
ですよ。4月12日おいおいファイナルですね、はい、東京おい東京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 ちょ解散するか解散するなんかまともなやつがいねえまあ冗談置いときまして、はいはいはい3月28、29、4月12日の3日間 3days で、はいはいホラーナイトツアーやりますので要望多数ありましてついにライブを解禁することになりました。おおライブライブこれ歌トークもありで歌もあるうっやばいです。やばいね。普段ね DJ イベントとかバーとか苦手な方でもねもしかしたら男性の方とかホラートーク好きな方たくさんいると思いますのではい、はい、ぜひお待ちしております。やーおしー、待っとけ。もうどんな話が来るか分かりませんから ね、 そうだね。いやーおもろいねこれ。はいはいはい、はい、新しいシリーズもあるかもしれないし、はい、続行もあるし、続一つやってみたいよねみんなの前で。おーああそう。みんなと決めるみたいな。おーああそうだね。これあそこの舞台でザッザッってやりたいもん、ね。確かに。おお。それもみんな楽しみにしてくれてると思いますので。ありがとうございます。はい、はい、ちょっとツアー行きますので大阪、はい、名古屋皆さん。がっしり応募してください。イエーイ、よっしゃー。ツアーもチケット制なのでこちらの概要欄からチェックしてみてください。よっしゃー、よっしゃー、よっしゃー。ツアーも誕生祭も両方とももう今日から帰るようになっていますので、はい、概要欄からもバチバチ応募お願いします。そんでーい。そしてですね日程がですねまだ未定なんですけれども、はい、これやばいです。何何なんだなんだなんだ。バーイベント in 大阪が決定しました。大阪でやりたくやりたすぎて関西で関西でそれはこれはこれはもうやばいよお前相当大阪でバイベントしたいな。これちょっとみんなで話し合って大阪絶対盛り上がるだろう。おおアンカレとかなかなか来づらいからね。まあ東京遠くからも来てくれてる人もいますけど、はい、大阪行ったら大阪の人たちがバーって来てくれるはず。ねえ、うん、やばいよこれ。大阪の温度感とか知ってみたいじゃないですか。いやーやばいよ。想像だけでやばいよ。最高でしょ。ちょっといろんなワクワクも込めて、はい、まあ多分2日間になると思うんですはい、ぜひ大阪の方もお待ちしております。こちらはまだ決まってないので、まあはい、あるよって話だけおいし、なるほど、しておきます。おーおーこれ九州からも来ちゃうんじゃないの。焼きやすい。そうだね、焼きやすいね。楽しみにしてるのがファンの人は仲良くしてほしいですけど、うん、正直盛り上がりの部分に関しては、うん、東京 VS 大阪でちょっと戦ってほしい。おーいい勝負になるぞ。そうちょっとこれはね俺はそう思ってしまう。やっぱ大阪が強いんだって思われてもいいのかなって思うし、東京代表は確かに逆に言ったら大阪東京にボロ負けしていいのかなっていう気持ちもありますので、もちろん第一みんな楽しみたい。そうだ、ね、楽しむっていうのは当たり前なんですけれども、逆に競ってくれれば、うん、もっと過去最大に盛り上がったバイベントになるかな。確かに、うん、自分たちは楽しくなれるからね。そういうことで楽しいよ、うん、本当に。まあ俺らバーサスリスナーさんでもあるしな。どっちが盛り上がれるか、うん、絶対俺勝つけどね。負けたことないけどね俺。バーのプロフェッショナルがいますめちゃめちゃ強いもんな。だって最初に喧嘩とかし始めちゃうからねネタでね、そういうあの乗り方分かってるリボンと違って。いや違う違う、でもそれはガチ喧嘩やめてここで言っておきたいのが、日程も決まってないからいつになるか分かんない。あ、うん、だから大阪あるからいいやっていうマインドだと困る。確かに良くないよね。そうですね。あの西の方たちで来てくれてる方たちがいますのでね、うんうん、もちろん東京も来てもらって大阪も行くっていう、はい、これが僕たちウィンウィンかな。そうだね、もうその通り思いますので、ね、ぜひ東京、まずは東京ですので、はいはいはい、皆さん人生1位ないやつに2位はないですから、はい、皆さん1日でも東京のバイベントに来てください。お願いします。ということで以上3つですね。バイベー誕生祭、バイベー誕生祭、ツアーツアーで未定の大阪。ということで、ね、すごいこんな発表するんですよ。めっちゃ決まってるね。今年もすごいやるよイベントやっちゃいましょうか。はい、マジでやばい話してる。ツアーファイナル、こちらで新曲が発表されます。来ました新曲。まあ、これ歌歌うぞ。ついに、僕たち歌の方も再開していきます。おー、誰が歌うな。皆さん、ぜひお楽しみにしていてください。おーそれでは、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。